アルフレドルセによる肖像画1847年。初代クランリカード公爵ユリック、ジョン・ドバーグはイギリスの貴族、政治家、外交官。第13代クランリカード伯爵、ジョン・トマス・ドバーグとエリザベース・バークで生まれた。1808年7月27日に父が死去するとクランリカード伯爵位を継承した。1820年10月16日に オックスフォード大学、クライストチャーチに入学した。1825年4月に、首相ジョージ・カニングの娘と結婚、その影響力により、同年11月26日に、アイルランド貴族であるクランリカード公爵に、1826年12月13日に、連合王国貴族であるケントにおける、サマーヒルのサマーヒル男爵に譲された。 同1826年から1827年にカニングが死去するまで外務省政務次官を務めた。カニングの死後、カニング派トーリー党からホイック党に転じ、クレイ伯爵内閣期の1830年から1834年まで国王親衛隊隊長を務め、1830年12月1日に水密顧問官に任命され、 1831年10月19日に聖パトリック勲章を授与された。1831年10月7日にゴールウェイ党官に任命され、以降1874年に死去するまで務めた。1834年、第2代カニンガム公爵フランシス・カニンガムが郵政長官に任命されたため、クランリカード公爵は内閣に軽んじられたと感じて、 国王新衛大隊長を辞任した。1838年から1841年まで在ロシアイギリス特命全権大使を務めた後、第1次ラッセル内閣期の1846年から1852年まで郵政長官を務めた。第1次ラッセル内閣期におけるジャガイモ基金の対処では救済措置を実施を強く主張した。続く アバディーン伯爵内閣に入閣せず、1854年のクリミア戦争をめぐる弁論では反ロシア論者として参戦を主張した。第一次パーマストン死爵内閣にも最初は入閣しなかったが、1857年末に首相の第三代パーマストン死爵ヘンリー・ジョン・テンプルから入閣を打診され、翌年2月に3週間ほど王子少将を務めた。 1826年から1874年まで、貴族院に議席を許し、自由主義者として頻繁に演説した。1874年4月10日、メイフェアのストラットンストリート17号で死去、次男ヒューバート・ジョージが爵位を継承した。1825年4月4日、ハリエット・カニングと結婚、に男五女を設けた。多くの愛人を抱え、 爵位を継承した息子、ヒューバートは1876年に、諸子の数はどうも無限のようだったとこぼした。1855年には、ウィリアム・ヘンリー・ハンドコックの妻キャサリン・ジョセフィンとの間で不倫関係を持ち、諸子ジョン・ドラクールを設けたとして、ハンドコック家の遺産継承裁判に巻き込まれたが、オックスフォード英国人名事典は、ドラクールが生まれた時期、 クランリカード公爵がサンクトペテルブルクに滞在していたため、ドラクールがクランリカード公爵の実施である可能性は低いとしている。ありがとうございます。